こんばんは。はい、こんばんは。石橋頭です。はい、お願いします。第3回目、になりました。はいはい。石橋頭のダラダラジオ。はい。もう早速、うん、コメントがもう一件も来ません。すごいダラダラしてるね。こんなダラダラすることあるかね。だってさ、うん、お金がかかるわけでもないしさ、うん、時間がかかるわけでもない。ただツイッターでポチッと押していただけたらええだけの話ですよ。うん、もう来なくなりましたよ。誰も興味持ってないんじゃないか。ああやばいで。だってさ、うん、1回目と2回目今のところよ、うん、60回ぐらいです。なるほどね。どうしたもんか。そのうち5回は俺が見てるからね。あ、まあ、ほな55回やん。そうはね、実質はね。これを誰も求めてなかったらどうしよう。あ、でもな、うん、こんなんが見たかったんですと、うん、かな、そういうなんかすごい嬉しいコメントも来てますよ。知らんのんちゃう、まだみんな。結局その知りようがないというか、たどり着かないでしょ。何でも OK にしてるの。質問も OK、 感想も OK、 ただの意見でも OK、うん、何でもいいのでコメントくださいっつって。何でもいいよ。そうで、一件だけ来てんねんけど、うん、これこの YouTube 用なのかなって思う、うん、ダイレクトメールがある、うん、その好きなんだけど会いたい。いやいや、全然 YouTube 関係ない。いやいやいや、クソファンです。クソファンから DM が来とるだけや、頭さん。うん、そんなこともうしょうがない、しょうがない。うん、なんやそれ、興味、平成30年でそんなん聞いたことないです、頭さん。DM で会いたいなんてあるんですか、そんなこと。かわいいやんか。ああ、いやでもこれ分からへん、その石橋狭間が好きで、うん、石橋狭間に会いに行きたいっていう意味かも分からへん。そんなそれ DM で送ります。いや、何でもええから DM でくれって言っちゃってるからさ。ああ、だとしたらもうクソファンって言うたらあかんがなって言って。クソファンじゃないですって送り返してほしいですよ。本当にクソファンじゃないんだったら。ほんま、あ、それは言葉汚いわ、クソって。あ、そう。もっと他に言い方ないですか。いや、でも本当それはね、うん、あ、そうか、何でもいいから DM でくださいって言って。何でもええから。でもそうなるよな、会いたいですって来てるわけでしょ。そうそうそう、好きなんだけど会いたい。好きなんだけどっていうのはちょっともうニュアンスが変わってきてるけどな。言葉の説明が足りへんだけで、ね、石橋頭が好きなんで会いに行きたいんだけどかもかな。だからいいんですよ、もちろん、うん、DM で好きなんだけど会いたいってクソファンやってから、頭さん。だからそう、クソってつけるたる必要ないやんか、別に。かわいい。いや、でもそれつけないとダメですよ、それは。なんでやん、そんなかわいらしいところやん、あるやん。まあ、あるんやってええねんけどな。ほんま怖い。俺のその何、あのフェイスブックのところにいきなりあの下腹部送りつけてきたやつと同じやん、それは。それ何、俺フェイスブックでなんや、なんか友達申請来て OK したら、ああすぐに何メッセンジャーの方に、ああメッセンジャーが急にやり取りできるようになるやろ、あれ。はいはいはい。でメッセンジャーでさ、なんか、あの申請してくれ、なんかありがとうございますみたいな、ああてっきりそんなんや思って、パッて広げたら画像でクソデカデカと下腹部がバーチーンと送られてきた。うわ、何これ思って、夜12時ぐらい。え何思ったら、あれって電話そのままできねえな。できる、できる。ブルーンって鳴り出したんや。めっちゃ怖っ。そいつから。うん。出るわけないやん。出るも求んねん。出たんちゃうの。いや、出てへんよ。出てテレフォンセックスしたん違うの。いや、そういう展開を持ち込んでこようと思ってるわけやな。恐る、あ、いや、わからんで、ね、どういう展開かわからんけど。で、なったんちゃうんかいな。怖ー思って、ほったらかししてたら、いや、今のは、実は写真は実は私のではありません。意味わからんな。誰の家具を送ってきてないのな。怖いね。だネットで拾って送ってきたんか。愉快犯、超愉快犯やん、そんなもん。それこそクソファンちゃうんかよ。いや、ファンじゃないやろ、もうそんな。ほんで最終的には自分の家具を送って終わりにしたの。いや、お前、吉本先輩か。なんでそんなことじゃなあかんねん。誰よそれ。いや、分からんけどな、誰かは分からんけど、その おったんかもなーって想像で今言うなんてこと言うてんねん。なんじゃ家族を送り合ってどうすんねん、そんなもん。もう今日はもう言うことないです。
うん。あ、でもまあ狭間さんの、試合を見に行こうツアーっていうのをそろそろここで振っていかんと、格闘技がさ、いろいろあるやん、やっぱ、うんうん、今そので今でもキックボクシングやってるけど、うん、その将来的にはどこに行くつもりよ、なんか決まってんの？まあまあ、そのあれや、そのキックボクシングをやってて、そのままずっとキックボクシングをやりたいのか、なんかあるやん、その総合格闘技をやりたいとかさ。あうん、ではもう昔柔道やってたさ、はいはいはい、柔道やってもうあの黒帯をちゃんと取りたいとかさ、うんうんうん、いやまあまあまあ、うん、あのいろいろあるやん、そういうのキックボクシングスタートで、うん、まあまあ最終的にまあ総合格闘技に行けたらなとは思うけどな。どこの試合で見に来てほしいんだよ、そしたらみんなに。いやそらやっぱり東京ドームとか FIFA 有明で やれたらなとか思うよ、そら。それやろうよ、そら。それは何や、かっこええや、そんなんできたら。その時にはどのスタイルでやってたの、試合の種類。うーん、まあ戦えるならどんなスタイルで。もうかっこいいこと言うな。言うてること芸人ちゃう。でも格闘家やん。戦えるならどんなスタイルでな、芸人が言うた言葉と思いません、浅尾さん。お、すごいぞ今のは。お、聞いたかちゃんと、みんな。面白いやんな。俺が笑ってるわ。戦うならどんなスタイルでもって言うてるぞ。でもな、ほんまこれ大丈夫かって。俺も30今年6やんか。そうよ、30今年6で、うん、まだ始まって3ヶ月ぐらいしか経ってないやんか、うん、な、うん、ほんでまだこの程度かって練習しながら思うわけや、うん、この間もあれや、その教えてもらってる人にボディフック食らって、うん、10分間立てなかったやん。そんなんさ、もしそれが試合やってさ、いやそうよ、ボディフック食らって10分間動かれへんかったらどうなんのそれ。いやだからもうあんなのさ、テーン、イレブンってもう永遠に言われていくぐらいの長い尺が俺取れる。いやいや、そんなもうレフェリーも言えへんで、ね、長いこと。テン超えたら言わへんよ別に。21、いや言えへん、22、言えへんよもうそんなもん。え、あれ見て子供の絵に何言わへんよみたいな、あんなんなるよ。22、もうめんどくさいから子供が言うあの何十分みたいになるよそれは。いやもうほんま、だから俺もうこれほんまに人前に出て、うん、ほんまに人前で戦ってる状況になるのに、うん、あと何年かかんねやろうと思うよ。下手したら俺もう50歳ぐらいなってんちゃうんかな。いや違うよ、もうそれでそのピークがあるやろね、そのもう早戦闘。いやそうやね、だから早出なあかんねんけどさ、うん、やっぱ基礎も何にもないからさ、怖いよな。ああ確かにね。でもスポーツはまあまあやってる方でしょ、言ったって芸人の中ではね。まあまあね、やってる方やけど基礎体力もある方でしょ。うん、まあな、はい、ちょっと応援しに行かんと、うん、恥ずかしいとこは見せたないからな。いや羽鳥さん、これでももうどうなっても俺はもう面白いし、どうなっても感動できると思うよ。勝ってもこれは負けてもしょっぱい試合でも、うん、なんていうんやろ、もう相方がリングの上で戦ってるっていうだけで、ちょっとたまらんやん、もうそれは。でもあれやろ、うん、酒飲みながら見んやろ。それもうそれが一番いい。絶対来させへんけど、そんなやつ。なんでなんで酒なんか飲んでんねん、相方がお前、血流しながらやってんの。それが一番ええやんか。そう、なんか一番ええ応援のスタイルというかさ、一番ええものは一番おいしい当てとして味わいたいでしょ。おかずにされてるやん。まあまあ、これちょっとね。痛いでー、ほんま。あ、そう、いやでもいいことですよそういうのは本当に、うん、あれやね、うん、それこそ、うん、ローキックとかもめちゃめちゃ食らうやん。あ、ローね。もうありえへんぐらいやあざなんのよ。もう地球みたいな色なんで、もう青、赤、茶色みたいな。あ、怖いね、怖いね。あの黄色いタンコブが一番怖いもん、なんか色合いがね。いやほんま、ほんでな、うん、脱毛行ってんねんけど。脱毛ね、うん、うん、脱毛で当てられへんって言われたもん、こんな黄色になってたらダメですよ。横断みたいになってるってこと。もうちょっと見る、ちょっと大丈夫、覚悟じゃない。それあなたでしょ。いや俺じゃない、あなたの友達でしょ。いやいや、まあ、友達申請断りますよ。うわ、だから足がもうこんなまみれなんだよ。じゃあさ、もうこれ覚悟やん。民謡によって、うわー危ない、アップせんといてくれよ、怖いの。そう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 、まあ、もうようやく治っては来たけど。え、こんなんされんの。なるよ、パンパンって入った、もうすぐ。こんなんなんの。そうそうそう、
これは嘘なんねん。これも歩かれへん次の日。そんなことなんねん。だから一回俺がどれぐらいの痛みを耐えてんのかを今度 YouTube で一回やらしてよ兄やんに。なんでやろ。どういう嘘も蹴られなあかんねん。なんでやねん。でええやんけ。あ、なるほど、お前はこれぐらいの痛みを耐えてやってんのかって。いやいや違うよ、それはあなたが勝手に痛み耐えてるだけで。食らってみよう。私耐えたいと言ってないよな。一回食らっといたら試合見に行った時に分かるよ。あれすごいな、あんな色なんの。うん、ええのやってて、ええの。逆に言うとそれ続けててええの、体に。今のところは大丈夫やな。いや待って、体があれだからもう悲鳴上げてるわけでしょ。上げてるよ。ね、この間もひげ上げたよ。そのボディ食らってもう息もできへんし、お前あの息を吸うのもできへん、吐くのもできへん、このずっとハッ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 って言ってた俺。ちゃうやん、もうな、えっ、フルーツやったら腐ってるよあの色は。ねえ、でもバナナやったらもうそうやろ、美味しそうな時やるな。いや知らん、そ黒いの好きなんかいって。今黒いの好きなんかいって知ったけど、うん、あんま黒がってもどうやと思うぞ。まあ腐ってるな、あれ。腐ってるやん、腐ってるやん、思うんだよ。すごいなあれ、うん、あほんま、ちょっともうほんま今ちょっと引いてるもん、うん、もういやベッドで横になってて、うん、裸で、あのパンツ一枚で、うん、ほんで「よいしょ」って呼んだ時にちょっと足グッて上がった時に、うん、そこの色見えて、うん、最初虫やと思って、うん、虫ついてると思って、うわーって言うたら「何やねんこの色」ってなって。あ、知らんから。知らんから。そうそうそう、いちいち確認せえへんからさ、足上げた時に紫色になってたから。もうもう全然今ので酒飲まれへんくなってもうたわ。そうやぞ、酒、いやあの色見たら酒飲まれへんわ、どうしよう。顔もあんな色になってる。いや顔あの色やったらもう酒ほんまに。いやマジで あれあんなん、ここパンダみたいになるやん。あららら、ほんま、もうあのデトロイトメタルシティみたいな。ちょっと、いや長谷川さんちょっとあれ早いんやけど言うの、うん、もうやめよう。やめやめよう。あれあかんあかんわ、あんなあかんわ。何もしてへんのにかいな。いや、だ舞台出られへんやんか、あんな。そうや、どうもー。いや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 、そんなもう歯も抜けて、もうここも腫れて、ふわふわって言うてるかもしれんけど。いやいやいや、まあそう、それはそれででか。そうや、でツッコミもこうなるし。じゃそれはほんまに、ちょほんまもうマジ、ちょっとほんま、おお、もう俺客に顔ぐの見せて終わりやんですよ。内側カメラ、内側カメラ、あーっつってババーって終わり。はぁ、見せて。どうもありがとうございました。意味わかれへん。ほんま何の癖よ。まあそうか、まあまあまあ、でもな、それでもまあ、そのなんかこう試合をするというならばよ、うん、見に行きたいやんか。まあまあ来て、せっかくやな。あー、まあいつか来てください。うん、いつかね、その夢に向かってね。あー、うん、まあ一応ね、うん、いやでもこれでも早くせんとな、うん、年いけばいくほどやっぱリスク高まってくるからな。おじいでやってる場合じゃん。そりゃそうよ。うん、まあまあ一回、まあちょっとまあ楽しみにしててください。ぜひ皆さん、はい、あざまよへ、はい、感激ツアー、はい、ビール付きね。ぜひこれ皆さん、はい、行きましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日は以上でございます。どうも、さよなら。